クティビティ感動したやって、めっちゃそれ言ってくれる人多い。そないあれやったか、いつも通り帰った。どうもねえ、かわいいの投稿はやはりアンジュさん。そうです、アンジュさんです。もちろんもちろんアンジュさんです。だってかわいいやもん。ヤンヤンつけ棒食べたかったらしいねんけど、つけ棒って呼んでてん。もうほんまにかわいいわ、どうしよう、生きていかれへん、かわいすぎる。ちゃんと練習して帰ってきましたよ。つけ麺みたいに可愛くない？ヤンヤンつけ棒、つけ棒って呼ぶねんで、めっちゃ可愛いやん。可愛すぎやろ、びっくりしたわ。で可愛すぎてびっくりして可愛いって投稿しちゃった。だって可愛いんだもん。あらやだ、何かが落ちたみたいだ。もういいか、よいしょ。久しぶりに、大間に久しぶりですね。どうもどうも。こんにちは。ネクストのプロフィールはペンギンリスペクト。なわけねえだろうがよ、なわけ。今さら何をペンギンに。もう来年でさよならやで、さよならってバイバイってするんですよ。数分だけにいい音ね。いや、アンジュさんの配信結構序盤は壇上乗ってんねんで。でもそんな15分も経ったらさ、 あれなんで落ちていくんで。オンライン申し込みましたやって、やったやったやった。あ、やっとな、 B2 にお手紙渡した。よかった、忘れなかった今日は。でもその代わりテープを忘れた、テープ忘れたから、あ、やばい、テープないと思って、あれ、劇場のを借りました。まあそれでいけたんで大丈夫です。どうも、こんにちは。かわいすぎひん？3日目は覚えてた。3日目？3日目？3日目？なんかあったっけ？3日目？どうも。もうアンジュさん可愛すぎて、今日も可愛かった。めっちゃな、なんか紫っぽいピンク、赤紫みたいな羽織着ててんけど、めっちゃ可愛かった。今日はなんかレースのタイツみたいな履いて、可愛いポニーテールでした。自分で髪の毛巻いたんかな、ほんまに可愛いよな。アンジュさんって髪の毛負けるねんな。かわいい、かわいい、かわいい。アンジュさんとさくちゃんの方と話してた。え、何の話してたんだよ。え、アンジュさんが全身写真をポストしてるだと。なんだそれは、なんだそれは。見よ、かわいすぎやろ。何の話したんだよ。今日の自撮りは、今日は自撮りしてない。
ら後でやる。うわ内緒ですよってそこまで話しといてよ、ペンギンみたいなことするじゃねえよこの野郎。もう自撮りしてない今日しなあかんな。あ朝やったわ、朝だけやったらある。まあまたいつかの時代ねじゃないけどセーラー服着る。そういえばゆきのちゃんとセーラー一緒やったから写真撮ろうと思って忘れた。言ってないんですよ。あスカーフもらった、もらいました。なんか顔と手の対比がすごいな、違う人の手みたい。もういいなんかってそんな早い？全然練習してから帰ってきてんけど。まあ一部終わってからですからね。ゆきのちゃん可愛かったでしょ？プロフィール変えた？うん変えた、変えました。めっちゃあれやから。何の話やったっけ、ちょっとすくみずのコメントで全部飛んでた、えぐーと思って。セーラー服のあじゃあアイコン、アイコン変えた。あのなんかなプヨさんに渡してたからアイコン変えれなかったんですけど背景と、でも自分で変えれるようになったから変えたろうと思って変えました。もう初期の初期にさ撮ったやつやから。よくしょ楽しかったよ、やってやった。眠い。今日はアンジュさんと写真撮れました。今日は撮ってないです、ちょっと時間なくてですね。黒島は今日はね割とね、まあ一部だけなんですけど、なんかゆっくり最後の方までおったから蕎麦の手ありえん角度に見えた。気持ちいいね、なんか剥がしてるね。うわもうアンジュさん可愛いねんけど、どうしよう、可愛すぎた。どうもこんにちは。バブリー、あれバブリーなん？そうなんや。じゃあ可愛い。アンジュさんああいう系統多いやな。アンジュさんと喋ってないよ。ワカメいるって言ってたものです。あなたですか？と思う。あーそうなんや。ワケメ、ワケメやって、ワカメ、ワカメいらんって言った。ワカメ、ワカメ、上だけ見たら笑ってるように見えんじゃん。今黒島笑ってると思う？笑ってないと思う？笑ってます。今黒島笑ってると思う？笑ってないと思う？笑ってませんアンジュさん可愛いってまだ言ってるの？っていつも言ってますって答えできました。おもろ。え、アンジュさん可愛いってまだ言ってるの？ってアンジュさんが言ってたの？可愛すぎやろ。めっちゃ可愛いやん。うわ
会えなかったのちょっと後悔してたから CD 販売のお見送りだ、見合いになってきた。うわうわうわ、一緒やん、すごいやろ。笑ってるか笑ってないか、今笑ってない。かわいい、アンジュさんかわいい、アンジュさんまだ、アンジュさんかわいいってまだ言ってるのって、まだ言ってるのって、そんなすぐ流行が終わるわけないでしょう。かわいい、かわいい、アンジュさんほんまにかわいいねんけど、どっちも笑ってないやねんって、失礼な、笑っとるわ。かわいい、アンジュさんかわいい流行な、それで知らなかったの、時代遅れだね。アンジュさんが黒島の中では大流行ですよ、かわいすぎる。かわいい、こっそり肩たたきまで並ぶもえぐい。あの お話し会くらいやったらちょっと隠してさ言ったらまだあれやけどさ、ねえ TikTok 始めるらしいですね、めっちゃ紫やったよな、かわいい。サクちゃんすぐ隠れてしまうからとも話していました。なんなんショールーム、ショールームかな、でも実際にも私会ったら隠れんねん。愛花さんとくっついてて、愛花さんがアンジュさんのとこ行くから、アンジュさん、アンジュさん、愛花さん、黒島で並んでたら絶対愛花さんにこうやって隠れるっていう。で隠れてる、隠れて服つまんでる時の写真があれ、アンジュさん、アンジュさんじゃあ愛花さんのインスタに上がってた、あれの時はアンジュさんから隠れている写真です。現場からは以上です。おもろい TikTok？ え、発案は誰か分からへん、まこちとかちゃん分からへんけど、ほんまに桜田がラジオでみそらちゃんに、え、写真は見たよ、もう超デレデレでした。もう桜田は今日、桜田がなあれ若田ナンパしてた、えぐーと思って、あやぴょんそんなこといつまでもしてたらあかんでって言ったら、若田やからいいんやでとか言うてて、若田は優しいから笑ってくれてるけどそろそろやめたきやって言ったら、なんならな、なんかいいね、若田は笑っているもんなって言って言うててん、かわいそうに若田んで、そんな先輩に桜田さんキモいですなんて言えるわけないやんって言ったら笑ってた、そんなことないですよって若田も言ってた、えぐい。うわ、若田と食事行ったってさ、誰でも好きじゃねえか、黒島と一回も行ったことないくせに、八木よりも九木の方が上なんや、ああ八木よりも黒島の方が、じゃあ八木と黒島にしよう、黒島より九木の方が良かったんや、そっかそっか、黒島と一回もご飯行ったことないのに九木と先行ったんや。アンジュさんは、アンジュさんはちょっとまだ喋れない、可愛すぎて、いやもう可愛すぎてさ、会ったらさもう無理やねんな、可愛すぎ。いや八木より九木の方が好きな人間なんて八木じゃないですよ、除外除外。そんなもの八木ではないですよ。黒島ちゃんが一番野用に変わってる、
黒島ちゃんが一番やように変わってるということは一回消した。うわ、 DD が垣間見えた。みそらちゃんが10期好きになる可能性が、それはええやろ。ジュッキーが入ったら流れていく黒島が、黒島ちゃんは桜田が見える。それな、一番だよやったのに一番やよーになってる。ああボロが出たね。マンジュさんからさくちゃんなら握手会行ってもいいと聞いたので、いやー嬉しい嬉しい、どうぞ来てください。アンジュさん、え、他の人やったらあかんとか言うの？そういうわけではなく、めっちゃ可愛いやん。さくちゃんなら握手会行ってもいいと言ったら可愛い。ほんまもうアンジュさん何喋っても可愛いわ。もう何でも可愛いです。おにぎらずとさくちゃんはオッケーって聞きました。かわいい、なにそれ、他は行ったらあかんの？じゃ、かわいいやん、なにそれ、かわいすぎやろ。かわいい、船橋さんに顔認証されちゃう、顔認証ちゃうわ、顔認知されちゃう、顔認証されちゃった、やばい顔認知されちゃった。もう9期の話する人全員ブロックしたろ。もうあやぴょんもブロックですよ。8期じゃないんで。壇上1位作戦したいです。おもろすぎるやろ。アンジュさんの配信で。それはもうアンジュさん困りそうやな。えってなりそう。アンジュさんがキュキとご飯行ったら、それはアンジュさんの勝手ですけど、それアンジュさんの勝手ですけど、うん、いかんでほしいな。どうも。黒島さんペンギン先生おったか。うん、来たことないで。あ、そのキウキの子がやばい、キウキの子が、キウキの子がやばい。リサちゃんの話はセーフ、何の話かによる。アンジュさんにってこと？うんうんうん、はじめまして、どうも。今日のりさちゃん可愛かった。ああそうですか、そうですか、そうですか、そうですか。髪型のアドバイスをしたのは黒島ですが、そうですか、そうですか。りさちゃんが一番可愛かったですか。そうですか、よかったですね。今日明日のお守ったよね、過ごし方してる、過ごし方やって、過ごし方してるな、とっておくべきやったわ、ほんまにな。こんだけペンギンが、ペンギンとペンギン先生のこと大好きなんでしょ、黒島ちゃんは愛情が溢れてるよとか言っといてさ、剣取ってないって何事。黒島ちゃんはペンギン先生が大好きなんだよね、ハートハートハートみたいな言っといてさ、取ってないって何事。
ほんまに宮内ゆきほのに頼んで M のアンジュさん、いやいやいや無理っすね。さくちゃんが10期に行く可能性は何パーセント？50-50。嬉しい報告、真鍋さんに私真鍋さん推しやねんっておもろい真鍋さん推しやねんでって言ったら即答で嘘つけんって言われたおもろい、やっぱり信用ないやん、おもろすぎる、めっちゃおもろい、おもろすぎんねんけど、めっちゃおもろいやんそれ。あ、嘘つけって言われた。アンジュさんに疑われることなんかあんの？この世界に生きててアンジュさんに疑われる世界線なんかあんの？おもろすぎるやろめっちゃおもろいやん アンジュさんって人疑うんやなやばすぎ、疑うことがあるんですねアンジュさんって。全部そうなんって聞いてるイメージやったから、嘘つけって言うてるとこが想像でき、あ、知られてるん、へえかわいい、知らんかったらそうなんって言ってたんや、かわいすぎる、あーかわいい有名やもんな DD で、誰のショールームでも名前呼ばれてるもんないつも。わしがちひれいちゃんくじりわしなの知ってるからおもろい、あ、そっか M でも N でも言ってんの、えぐいえぐい、全員認知やん、おもろすぎる。アンジュさん疑う、疑うこともあるんですね、初めて知った。広島アンジュさんにも疑う人の心があるのか、かわいすぎる、ほんまに DD で有名ですよ、DD な人めっちゃ有名ですよ、この人いつもいろんな人のとこ行ってるで。今日この人来てくれてんけどさ、え、今日この人私のとこにも来たで、え、今日違う違う私のとこにも来たで、え、ここの人私ここの人にも来てんけどみたいな、おもろ。アンジュさんも誰が誰を推してるか把握してんの？え、あのアンジュさんが、かわいい、かわいい、そう、あの終わった後に今日誰々さん来てくれたでみたいな、今日身内推しの人来てくれたみたいな、あ、そう、さくちゃんの人来てくれたでって言って、えへへたいの人、あの人が何々さんみたいな、あ、そうなんや、そう、あの人が何々さんって言うんやみたいな、そう、 DD 喜ぶやつや、あー、コメント読まんかったらよかった、あー、こうやって黒島は DD に優しいから、 DD に優しいからあれなんですよね、ダメなんですよね、まだ調子乗ってくるんですよね、そうやそうや、調子に乗る DD が出てくるんですよ。今日はレーンぐるぐる寝てたけどたくさんの、そうなんです、ごめんなさいね、ありがとうございます、メンバー間で共有してます。私プリクラどこに入れてたっけ、ひかるちゃんとずいぶん前に撮ったプリクラを携帯に挟んでたんですけど、投稿したよな写真、挟んでたんですけど、ひかるちゃんと何のお話し会やったっけ、ピエロ、ピエロのお話し会の時にあの撮ったんですけど、それを携帯の裏に挟んでたんですね。でちょっとなんか見えへんさやつに変えたからさ、裏がだから出したんやけど、他のプリクラとかを入れてるところがちょっとどっか行ったえぐい、どっか行っちゃったどっか行っちゃったよ、どこだよ、ピエンピエン、こっちかな、こっちじゃないな、よし、ワイは誰推しになってるやろ、え、DD って通ってる、監視されてる、監視されて、逆にやで、
こんだけ見てもらえてるってことはですよ、いいことをしてたらめっちゃいい人やなって伝わるってことで、全メンバーに。逆にですよ、 DD で誰にもあなたが一番推しだよって言ったら全員に嘘つけって言われることですよ。そう、行動を改めましょう。2023年中にアンジュさんの家に星しよう。怖い怖い怖い。ワンタンメンさん、ギフトありがとうございます。あ、ギフト今日最初から読んでなかったから、あれや、一個だけ読んでもった。2時間かけて帰った。えぐ、遠いな。アラケンチョビさん、ギフトありがとうございます。こっから読んでいくわ。お泊り星になる。あ、そうなんや。お泊まり無理だって。顔見て喋られへんねんで。隠れる対象がなかったらもうあかんってことやで。あかんやん、やばいやん。アンジュさん、私はずっと端っこで三角座りでこの状態になるけど、アンジュさんずっと目で追いかけて可愛いなーって。かわいい。盾を持ち歩くしかない。盾の方が注目やろ。布団に隠れられるよ。あら、やだ。かわいいな。アンジュさんかわいいよな、ほんまに。サングラスかける。いや、自分が見えんかっても意味ないよ。アンジュさん見えるやろ、サングラスでも。隣に並んで顔見ずに話す。え、余計に無理。目バキバキになって眠れなそう。確かに寝られへん自信ある。どうも、かわいいアンジュさん。家行きたいなとは思ったことないわ。ご飯行きたいなとは思ったことあるけど、ご飯と言いますかカフェ。石ころ帽子でアンジュさんの隣に。あ、それが一番いいと思う。それが一番いい。私はアンジュさんは誰が好きなのな。確かに聞いたことないそれ。明日聞いてよ、誰か。誰か明日行ってよ、アンジュさんに聞いてきて。家行ってみたいメンバーいます？若菜さん。若ぽんさんじゃなくて若にゃんさんの方。若菜さんの方。一緒にプール行こう。えぐい。急すぎやろ。若菜さん、若菜さんの方行きたいし、来てほしい。いっぱいご飯作ってあげる。あ、アンジュさん、レイコさん、あれは仲良しじゃなくて、あ、でも仲良しも好きな衣装が。横から見えたアンジュさんは美しかった。美しかったって、美しかった。そんな花火横から見るか下から見るかみたいな言い方するやん。アンジュさんどの角度から見ても可愛いけど。犬猫やどかりが、あ、犬か、犬や、犬猫やどかりがいる。やどかりおるん、かわいい。うちザリガニおった、逃がしたけど。何聞くといい？アンジュさんに誰メンバーで誰が好きですかって聞いて、あのさくちゃんが言ってましたとかじゃなくて、メンバーで誰が好きですかって聞いて。若菜さんっていいさよな。あ、え、そうな。若ぽんさん体調、あ、体調確かに顔色は良くなかった今日。確かに。そう、黒島の名前は伏せて、あの黒島が言ってたって言ったら、そのなんか遠慮してさ、さきちゃんとか言いそうやからさ、現役で NMB の中で誰が好きですかって聞いて。私は聞けない。私は聞けないから。いや、やっぱりさ、忙しいからさ、時間ないんですよね。2人ともさ、アンジュさんとかめっちゃ忙しいからさ、早うに行くよ。ほら、だからね、あの一緒に行けないんだよ。 OK やって。素直な人がおってよかった。みんなに聞かれたらなんか裏がありそうやと思うけどな。なんか今日めっちゃみんな聞かれるそれって言われそう。キュウキの名前が出たら、ここでは絶対言えない。いや、言わんとあかんから。
聞いた人全員報告。トトヤモンさんギフトありがとうございます。推しの日なあ思ったで。今日 Google 開いたらさ、なんかいい推しの日出てきた。あ、ちゃうわ、 X 開いて検索のとこでなんか出てきた。おすすめみたいな。おすすめじゃないか、なんかなんていうの、なんか出てきた。真鍋さん、おたが聞いたら多分アンジュさん察して、黒島さんっていうと、いや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 、アンジュさんそこまで察せアンジュさんがそこまで察して話しますか。いや逆に大半が黒島の話なんやったら絶対にそう思うやろうけど。でもあ、トレンドトレンドトレンド出てきました。そう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 、みんな違う。アンジュさん DD 説が出てしまう。めっちゃおもろいやん、アンジュさん DD 説。もうそれやったら私はアンジュさんと同じ意見で DD を許すことにするおもろい。アンジュさんが絡んでる線、後輩って誰やろ。イケホノとか仲いいんじゃん。なんかよう喋ってるイメージある。他ゆきのちゃんとかちゃん咲ちゃんっていつも配信来てて可愛いよな。ところで好きな後輩はおもろすぎるやろこれで雪のとか言われたらもう怖いでもう怖い。それは行かれへんくなる。アンジュさんとか、いや DD 許しても桜田は許さんから8期より9期の方が上っていう人間はDD とか関係なく排除です。そうホノピとかツインクルで一緒ですから、そこら辺はまあまあ同じチームはな、知らない。業務連絡です。お仕事でカンクンに行ってきます。おめでとうございます。9期行ってない、よかった。まあ、9期に行かなかったらいいってわけでもないですけどね。田中さんは後輩に見られてないか。ああ確かに、うん、そんな気がする。敬語で喋る同期みたいな。同期までいかんちゃう。トラックの運転お気をつけて。あ、そうなん、業務連絡。今日何の仕事か聞こうと思ったけど、お時間ですってスタッフさんが言ってたからやめといた。黒島が可愛すぎて他の子司会に入らんよな。おお、さすがっすね。肩柔らかいんか。これは黒島は気持ちいいと思ってやってるぞ。このここが伸びんのがいいねん。なんかここめっちゃ伸びてる。え、なんか骨出てんねんけど、ちょっと待って。え、ここに骨出てんねんけど。こんなとこって骨出るん。バギーって言った。この骨か。え、なんか骨出てた、びっくりした今日14人と会ったけどえぐい。もうコメント今どこ。朝、あ、そうっすね、レイポンの隣のレン。この前もですよ。アンジュさんの推しがゆきのちゃんやったらこの前のツイートがえぐい、撤回される。え、鎖骨じゃない、鎖骨じゃない、鎖骨これやろ。鎖骨じゃない、何かが出てる。これの一個下、セーラームーン意識した衣装だったの。え、知らん、前回。え、全く違う。セーラームーン見たことないで私。話し会撮ってないんやけど。黒島ちゃんの話し会はショールームバージョン、握手会バージョン。撮ってない人には言えないですね。こんにちは。ねえ、人いっぱいで嬉しかった。肋骨、肋骨はえぐい。肋骨ここにあんのえぐい明日って衣装、うん、衣装らしい。いや多分衣装って言ってた。多分っていうか絶対
明日って水着、なんかみんなさ水着着てほしい欲がなんかダダ漏れでやばいで、みんなみんなっていうかコメントしてる人やけど、えぐいえぐい。まさきさんギフトありがとうございます。みんな水着着てほしい欲がなんかすごいことになってんで、欲望が丸見え。ふん滑稽だね誰も撮ってないね、苦手やからやって。へえ、すくみ座りみたい、えぐいえぐい。なんかみんな中学生にすごいもの求めてる、えぐいえぐい。あかんやろ、ほらほらほら正常な人がおった、よかった。ゴーグルはつけますかゴーグルはつけようかな名古屋のかわちゃんさんギフトありがとうございます黒島レイ見たら時代が黒島に追いついたと思った、おもろい黒島が先走ってたってこと、おもろ。プチンって切れるから苦手。あなたがほらほらほら中学生に変なこと言わないで泣きって言ってる人おるやん、かわいそうに。猫耳で十分なんやって、ほら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 正常な人も一定数いるみたいですね。王さんギフトありがとうございます。バンドネオンさんもギフトありがとうございます小中学生にコールしてる時点で正常じゃないと思う、それはええんちゃう劇場に前体操服とブルマ、何それ送ってきていたね。え、そんなん送ってくる人がおるとどう、やば見たことないわ私。フォロワーは増えるよ、それはそう。わ、グラビアしてみたいとかあったりしますか、やば。うわ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 、欲望丸見え、滑稽ですよこのコメント欄は。はははこのコメント欄の人々はみんな滑稽ですね、はは面白い面白い。高秀さんギフトありがとうございます。何の話だったっけ、何の話だったっけ、何か話してたっけ、終わろうかな。うわさの写真髪型紹介2日で終わった、あら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 大丈夫大丈夫、ほらほらほら、まだバブなので洋服着ておいてくださいって、ほらちゃんとしてる人もおる。田中ゆきのちゃんのグラビア見たいですか、見たくないです、布をかぶしてあげたいです。高秀さんギフトありがとうございます。おすすめの自己啓発本教えてください、ほらこういうコメントでいいんだよ、すべてがこういうコメントで溢れてほしい。とやっぱり夢を叶えるぞですかね、あとは嫌われる勇気、幸せになる勇気よりも嫌われる勇気の方がいい私は。高秀さんギフトありがとうございます。アンジュさんのわしはから明日の衣装の話になって水着になったっぽい、あーなるほどね、辿ってくれたんや、ありがとうございます。しゃべかま水着でしてほしいって、あーなるほどね、き言ってないから女優さんでいい演技しそうやって、やったー、いつも寸劇してるもんね、してないよ、台本がどこにあるって言うんやおもろすぎる、演技に見える、あらやだ名演技黒島、やったー。おすすめのペンギンって言いますか、え余裕でアデリーペンギンですね、ちゃんかわいいっす。いやでもキングペンギンもかわいいな、ちっちゃいのになんかテコテコしてるとこがかわいい、でも全部かわいいっすよね、ペンギン先生以外かわいい、カンペ出てるかもしれへん、ヒゲペンギンかわいい、それな、アンジュさんへの愛は本物ですね、そうですよそうですよ、
ONN 出てほしいなやって。お前に私も出たい。黒島の描くペンギン好き、可愛いやろ。劇場に飾ってある以上、そう一日で作った。なんかコロナかかった時やねんけどさ、2回目くらいになんか暇すぎて、なんか公演もさコロナやったらさ出られへんしさ、で学校も行かれへんしさ、で勉強もしたいけどもう終わってもうててん、その時と思って、やることないからせっかくやったら石を作ろうと思って布買ってたし作った。エグブルマ公園っていう伝説の公園があったな、それを覚えてるのがやばい。性格は怖いと出てきた、ペンギンと一緒やん。明日の衣装は恋と愛の備えなる、あーの衣装がいいなって、いいよな、可愛いよな、私も着たい。X のホーム画面、そうやっと帰れるようになったんです。あ、博覧会はですね一旦戻した、なんか持って帰ってってぽよさんが言ってたから、あ、いと思ったんやと思って持って帰ってきましたけど、なんかまた展示するらしいで、その日のうちにあの衣装のデザイン考えて理科の授業を受けながらやってたあのタブレットで受けてたからさ、別に画面とかもつけんでいいからさ、作ろうと思って話聞きながらってミシンとかもちゃんと出してきて、明日何時起きですか、まだ時間来てないんでわからないです、でも今日と同じくらいちゃう、今日なんか知らんけど5時48分とかに起きてん。こんばんは、28分や、そうそうでだろうな、5時28分に起きたんですよ。真っ暗かな今の時期は。あ、5時、いやこの前の東京行った時のお話し会は私4時起きなんですけど、外全然、あ、もう6時くらいから明るくなりだしたかな、4時は真っ暗やった。一部早いですよえぐ、3時に寝て7時に起きたそうです、かわいそう、私の分寝てほしい。4時は夜や、夜な、鳥のさえずりで起きるのが好き、おもろ、窓全開やん、聞こえへん聞こえへん。夜行バスやから一睡もできんかった、バス寝られへんの、あ、に乗る時間やからってことか。一部早いでな、売る気なくね、完売させる気なくね、まあいいけど、眠いよね。まさきさんギフトありがとうございます。うん、 M の写真のアンジュさんの指が長くてびっくりした、めっちゃ綺麗よな、なんかどんな気あるんってくらい長いしさ、全部まっすぐやね指が。私の骨も曲げようかな、まっすぐに、なんか骨がっていうより太さが全部均等、骨が細いんかな、骨削りたいな骨削りたいわなあ。朝な、なんかもう私ずっと朝やねん、一部か二部しかなったことない、二部あったっけ分からんけど、1か2しかなったことないね。
いや9とかはもう無理なんちゃう、多分出演の時間がみたいな言われそうじゃない。やろう、一部のイメージやろう、一部しか早く帰れるからええやん、全然よくないよ、全然よくないですよ。なあ、ずっと同じ時間にするね。アメ合いに対抗心ありますか？もちろんです、ないわけがないです。かわいそう。1と9、1部と9部、まあまあその間の時間いっぱい練習できるからいいや。テンション高い時間にしてもらおう。さて何時？え、アンジュさんと同じ時間そうそう、一部は黙ってても売れるメンバー入れろよと思う。ということはこれしま黙ってても売れないメンバーということですね。さっちゃん、黒島とりさちゃんの部がかぶりさえしなければいいや。うわ、ほんまなんかこの配信黒島推し以外が多くて、なんかね、もうめんどくさいから寝よう。ポジティブ。いや練習隙間時間長いのは私は全然嫌じゃない。ポジティブの上にネガティブがあるのめっちゃおもろいネガティブ思考というよりはみんななんだけどね。アンジュさん、あ、アンジュコメント通り読むのとアンジュさんをつけるのとなんかとっさに混ざってアンジュションって言っちゃったアンジュションおもろいな。アンジュさんと同じ時間の隣でなら全然テンションは、え、やだ、かわいいかわいいかわいいって思うけど喋られへんからってなっちゃう。かわいすぎる。隣のレンヤと、え、ずっと笑ってると思う。でもアンジュさんもう時間空いたら言ってみてると思う。アンジュさんと同じ時間なら隣に並んでブース行けそう。無理、ほんまに苦行やで。やめ、どうしよう。一部は人少ないから、うん、回数回りやすい。そうでもないですけどね、回ってくれるならいいですけどね。ねえ、どうも RC さんギフトありがとうございます隣からアンジュさんの声聞こえてくるってなりそう。もうずっとアンジュさんの方見てまいそう。かわいいってなってかわいい。終わろう、終わります。なんかほんまに最近本がさ、今のやつちょっとな微妙やねんな。帰り読まんかった。うん、まあ次に行きたい。どうも、アンジュさんの声が聞こえへんから黙っててって言われそうやな。確かにあなたなら言う。まあまたこういうこと言うから DD がまた反応してよ。やった、黒島ちゃんが、黒島ちゃんが俺のことちゃんとコメント読んでくれた。なるから読まんとこ。読み切らずにやめちゃうこともある、コメントを。一回読んでから言うから。あ、でもたまにボソボソって言いながら読むときはある。聞こえるかなくらいのレベルで。すごい、今333になってる。3333や。本のこと、本、あ、読み切らずになるほどね、本かコメントの話かと思った。次読む候補ある？あるよ。次はあれ
あれあれ読んだもんな。字が見えない。よくしょ。あ、これも読んだもんな。やっぱりあれっすね。あれ読んだらあれ読んであれ読んでって感じかな。よし、そろそろ終わろうかと。 ARE って何？ARE って何ですか？また内緒の本ですよ。まつげ上に上がってる。今日ね、グレー塗ったらね、めっちゃ薄くなりました。ほら、逆に黒のとこに置いた。ほらほらほら、こっちの方が見やすい。白より、白じゃないけど、白のとこに置いたら黒く見える。これ置いたら白っぽく。あ、この今の見方、目が疲れる。ずっと同じ方向向いてたらめっちゃなんか目痛くなれへん。眼精疲労が。ウルトラセブンのポーズ増えるかな。増える。ふん、阪神の優勝よかったやん。エメリウム光線。え、あれ誰も通じひんかった。学校で知ってる人おらんかった。先生らですら誰一人知らんかった。おもろすぎる。時代が全然違いますね。ソウルトラセブン、アンジュさんこれやってたから。私は千秋楽、自分の千秋楽これやりました。ちゃんとこうやって歌わりやけど、かわいいからね。先生なら分かれる。うん、分からなかった。あー、なんかもう今日のコメントめっちゃ黒島以外の推し多いから、もう読む気なくなってきた。終わろう。終わろう。眠くなってきたわ。なんか、うわ、あー、アンジュさん推しの人が謝ってる。一番違う人が、一番そこじゃないんだよ感がある人が謝ってる。違うんだよ、違うんだよ。校長ならわかる。確かに読んでそう。読むもん、見るもん。一押しやったわ。やった？やったと思う。やったっていうのも納得いかんし、やったってわけでもなさそうやし。まあええよ。過ぎた時間は戻らないんですよ。言った言葉は取り返せないんですよ。は、終わります。13位、オレオーズさんありがとうございます。12位、RC さんありがとうございます。11位、マイキトラウトさんありがとうございます。10位スマタンさんありがとうございます。9位高秀さんありがとうございます。8位上田和樹さんありがとうございます。7位野原慎之介之介さんありがとうございます。6位塩真代さんありがとうございます。5位荒健ちょびさんありがとうございます。4位名古屋の川ちゃんさんありがとうございます。3位佐藤くんさんありがとうございます。2位伊達ちゃんさんありがとうございます。1位ジョンさんありがとうございます。ありがとうございました。そうやで、相手してあげてるから。どんな DD でも相手してあげてるから。ほんまに全然キャラちゃうやん。そらさ、一人にさ集中攻撃したらかわいそうでしょ。してるけどかわいそうでしょ。かわいそうやし、ちょっとね、分け隔てなく全員に平等にしとけばいい話やから、ここの場でとあの場ではまた違うくてもいいってわけですよ。一人一人に違うわけでなければ。
そういうことですよ。相手してあげてるんだよこの DD 集団が。握手会はもうちょっと優しい。だからあっちが黒島やってって言ってもどうせ「でせくいちげふむりぬくせに」って言うと思うけど。知らないよ知らないよ。握手会のさくちゃん気になります。なんかクマさんみたいな人来ないかな。クマさんみたいな人おもろい。 DD ちゃうねん。 DD や。言い訳は無用だ。こっちが素に見える。ほらね、やっぱりね、いっぱい言う方がねあれなんですよ。こっちがふむるねでしょって言うけど、あなたたちは何を知ってるんですか。教育のちゃんくまいと、なあ可愛かった、超可愛かった。お話し会の黒島ちゃんも見てみようかな。ありがとうございます。嬉しいです、とっても嬉しいです。とても嬉しいです。愛香さんに隠れる黒島が本物。それはそう、絶対にそう、絶対それが本物やと思う。確かにどっちでもなかったな。あれが黒島の本体や。いや全部黒島やからな、全部黒島の一部ですからね。そう、全然喋りますよ。表情が何ですか、表情が何ですか、表情が。セーラー服可愛かった。褒めても DD じゃないと認めないですからね。ほらさくちゃん、ビジネスビジネス、確かにビジネスビジネス。みんなありがとうございました。今日はとても楽しかったです。以上、さよなら。さよなら。顔合わせるの気まずいやん。仮面でも指摘。さよなら。またね。そう、気になったらオンラインを取りましょう。気になったらこの3675人全員取りましょう。気になってなくても取りましょう。さよなら。気になってなくてもね。M の人が集合するよ。このキャラやめよう。さよなら。やめよう。さよなら。ありがとうございました。